はい、お疲れさんです。ゴレンさんです。本日は、バイクの話じゃないです。車の話です。なので、興味のない方は閉じてください。私の乗っている車は、ホンダのフィット 2G6 初期型です。写真はこちら。はい、でこちらに最近ナビを交換しまして、ナビからオーディオディスプレイに変えました。ディスプレイオーディオに変えました。でディスプレイオーディオって最近トヨタとかで採用され始めているもので、スマホのナビ、Google マップとかを使ってそれを表示させるだけの、ナビがついてないものを普及させようとトヨタはやっています。それの、私が今回買ったのはケンウッドの DDX5020S というものです。で私のつなげるスマホなんですけど、ファーウェイの P30 ライトというものです。で P30 ライト、今 Android バージョンが10です。 Android バージョンが10だと、つなげばそのまま使えるようです。これはつなげばそのまま使えました。それでは早速つないでみましょう。はい、つなぐとですね、反応しないです。あ、来た来た。反応してですね。このように、今ボリュームをゼロにしてあります。著作権の関係で音楽が流れるとまずいので、で今 YouTube ミュージックで曲がかかっています。ではこの状態で、ナビゲーションをしてみましょう。音声でやります。 OK Google、 ナビゲーションして。目的地はどちらですか？道の駅市原。駅市原の検索結果を表示しています。OK Google、 ここに行く。はい、私は基本的にここにいます。OK Google、 ナビゲーション開始。目的地はどちらですか？あ、だから道の駅市原だって。道の駅あずの里市原への案内を開始します。よし。で私基本的に、Google マップの設定で高速道路を使わない設定にしてあるんですね。今1時間41分で46キロというふうに出てるんですけど、これを OK Google、高速道路を使う。高速道路も利用する経路に変更します。北西に進みます。1時間37分とちょっと減りましたね。でこのように音声で高速を使ったり使わなかったりを切り替えることができます。 OK Google、 ナビを取り消して。でナビを終わらせることができます。 OK Google、 市川駅。市川駅の検索結果を表示しています。 OK Google、 ナビゲーションを開始して。どちらへ行きますか？あ、これ二度手間ですね。すみません。すみません、行き先を教えてください。はい、道の駅ながら。道の駅ながらへの案内を開始します。ともこんな感じでナビゲーションは使うことができます。続いて音楽なんですが、 OK Google、 曲をかけて。YouTube で音楽を再生します。
ってやると YouTube、 私 YouTube プレミアムに入ってるんで YouTube ミュージックがおまけで使えるんですね。で YouTube ミュージックを使ってるんですけど、で今、スーパーフライの曲がかかっています。ん？かかってるかな？あ、かかってますね。あの音は出せないんですけどかかっています。でここで、ちょっと面白いなと思った機能が OK Google BTS をかけて YouTube で BTS を再生します。とやりますと YouTube の中から BTS で検索して BTS の曲がかかるんですよ。 OK Google、AKB48 をかけて YouTube で AKB48 を再生します。というふうにやると AKB48 がかかるというわけでして、他に便利な機能として OK Google、 今月の予定は3件あります。土曜日10時半にフォルツァ点検という予定があります。日曜日10時に Z900 ルピーという予定があります。2月25日9時半に消防設備点検という予定があります。というふうにカレンダーを知ることができるというわけですね。で、あとは OK Google、 OK Google、ニュースを聞かせて最新のニュースをお伝えしますということで、これも音を出してないんで分かんないんですけど、ニュースが、あ、テレ朝ニュースがかかってますね今ね。あとは OK Google、 明日の天気を教えて明日の市川は最高気温11度、最低気温1度で晴れるでしょう。とまあこんな感じですね。私の知り得た限りではこんなもんです。一回動き出してしまえば全部音声で操作することができるんで、もうマニュアル車、私マニュアルじゃないんですけど、マニュアル車乗ってる方とかは結構便利かなというふうに思いました。そんなもんかな。他に機能は、あ、これがね、Android Auto の画面です。あ、ちなみに私、これ Apple CarPlay も使えるんですけど、Apple iPhone 持ってないんで、ちょっとお見せできません。あと電話ですね。ちょっと電話危険なんですよ。変なとこかけちゃうから。一応やってみます ?OK Google。電話して。誰に電話をかけますか？っていうふうにして、なんか、キャンセル。聞き取れませんでした、はい、誰に電話をかけますか？はい、すいません、やめますはい、了解しました。はい、あ、びっくりした。これ連絡帳に入っている名前、例えば鈴木さんとか田中さんとかいうふうにかけても、田中さんに電話してっていうと、はい、こちら田中本店ですとかいうわけのわかんない田中さんに電話してしまう。あの連絡先だけじゃなくて、ワールドワイドなワールドワイドな連絡先に勝手にかけようとするんで、電話はねちょっとあんまおすすめできないです。他にもいろいろあるんですけどね、使ってないんですけど、プレイブックとか、ポッドキャストとか、あとナビのナビ、アンドロイドオートに対応しているナビが Google マップの他に Waze っていうの、こういうのがありまして、これも一回使ってみたんですけど、ちょっと案内が、何メートル手前から、何メートル手前からあと何メートルで曲がりますというのがあまりなくて、地図を見ながら運転する人はいいんですけど、私どっちかっていうと音を聞きながら運転する方に慣れているんで、ちょっと使いづらいかなって思いました。
Apple CarPlay ですと、Yahoo ナビとか、あとはカーナビタイムとかが使えるんですよ。ただ、Android はどうも規制をかけてるようで、Google が、マップの Android Auto への乗り入れの規制をかけてるみたいで、その辺は使えないようです。はい、以上になります。お疲れ様でした。失礼します。